君と僕の記録。で時計の針は結ばれ、止まってほしくない時間がやけに長くなった。君を一番近くに感じられた時間を今は一人なぞるオレンジの空、つけすぎた香水の匂いから君の緊張と照れくささが伝わり、いつもよりこだわった僕の髪型はきっと同じように君にも伝わってだろうな。最初お互い照れくさくて天気の話なんかしちゃって、全然知識もないくせに語って人が多いことと今日は暑いってことを会話の途中途中に挟んでしのいだ。瞬き一回に一日が進むように僕たちの未来は加速して進んだ。それを止める求める君の感情に少しも追いついてない俺は未熟でごめんな。僕もこういった形で楽曲に参加させていただくのは多分初めてかもしれないですね、はい、自分のプロジェクトとあとはもう基本的に、他にかかるっつったら僕らもあのキャラクターソングとかそのアニメの中のとかゲームの中のプロジェクトで歌を歌うとかで、なので他のアーティストの方の場合で関わる可能性があるとすれば歌というよりかは合いの手的な、はいはい、そういうものでしたね、うん、今回キャラでもないですですね。福山潤さん、はい、矢面に立たされたそうね、はいはい、まあ僕の思い出こんな綺麗なのじゃないですよ、そうなんです。つけすぎた香水の匂いから君の緊張と照れ、今からもう4年前ぐらいにその僕が初めてそのシングルを出させていただくときに、楽曲を作っていただいて、そこからでその後にアルバムの中に入る曲で、龍一くんに作詞で入ってもらって、でそこからこう、お二方の、と付き合いが出てきたっていう感じですね、はい、なので僕としては貴重な出発でしたね。まさか本当にあのまんまあの時の出会いからこうなるなんて思ってなかったですよね。 ありがたいです。探して歩いた君の好きな景色を、ああどんな人、いやでもなんでしょう、年齢で言ったらかなり下になるじゃないですか。あ、まあ、なんですけど安心感があるというか、でなんか場所の掌握をするのがすごく上手い人だなと。例えば龍一くんとの会話であったり、僕と例えば3人もしくはその他の、プロデューサーがいたりだとか、で間に誰かがいるという感じであったとしても、なんとなくその中心取ってくれる、で大体まあ一番年長者だから僕だったりするんですけど、そういったケースでなんかこう真ん中に立ってくれるような安心感があるので不思議な方だなというのはありましたけど、あとはまあ楽曲とかそこに対するこだわりがすごいので、ずっと眺めてくだらない話を続けた。もう初めて会った時から変わった人だなどの辺が、もうそこがないんですよ、そこがね、掘っても掘ってもね、温泉なんだか油田なんだかわかんないんですけど、どこ、あもう この脈掘ったなーと思って、ある程度掘りたなーと思ってこっち掘るじゃないですか、また違う油田が広がってるんですよだから掘っても掘っても、ね、あまだあるんだみたいな、人に見せる側面によってパブリックなところとこういう仕事場と、でまた反こうプライベートなものと完全プライベートで多分全然違うと思います。ダサい僕の服を一緒に選んでくれたっけ。今は実はそんなにその将来的にいつとかっていう具体的性はないんですけど、若い22、23の頃にポエトリーリーディングをいつかやろうっていうのをすごく思ってたんですよ。例えばそれは仕事とかではなくて自分の枠組みの中で、まあ20人30人ぐらい入れるようなとことかでなんかやりながら、そのありものなのかオリジナルで作るのかにして、そのいわゆる物語ではなくてそのポエトリーリーディングという形でなんかこうパーカッションとかに合わせながらやったりっていうのは、実は昔あって、それが出発になって朗読の方に、あそうなんですね、そう朗読の技術を磨き
たいのも、そこの土台がないとポエトリーリーディングの方に行けないなと、うんうん、音楽的なアプローチがあるんだったらいいんですけど、僕はそれがないから、あのむしろ読みの方の土台に使って、そっちの方に寄ったポエトリーリーディングをもうちょっと経験積んで年齢も重ねた時にやりたいなっていう思いが実は若い時にあったんですよ。じゃあそれできたんですね。そういった形に一番近いです。ああ、そうですね、はい、でこれあのオケも別にね、はい、ピアノだけでもいいですし、うん、はい、これがきっかけになって、はい、そのポエトリーリーディングへの扉がもう少し開いたら、はい、僕的にはやってよかったなと思います、ね、いやあの本当今っていうよりももうちょっとなんかこうおっさんに、体もちゃんとおっさんになったらやりたいな、うん、体もおっさんだった。そう、今だとペラペラでほらあの声も正直軽いじゃないですか、僕の元の声で。それってリーディングって作って、その器作って、あの普段の僕の声優の活動みたいにちょっと声をトーンを低くしてとかってやると途端にちょっと合わないんで、もうちょっとこのしゃがれてきたりだとか、渋みというか、そう渋みだとか、ちょっと枯れた感じがリアルに出てきたら、はあ、やれる幅がいろいろあるかなと。少年な感じでやりたくないんですよ。青年より上な感じでやりたいので、もうちょっと後かなっていう感じですね。うん、これからですね、まあ、ですね。だからその間にいろいろ普段のものと、あとこういう出会いと、んであの朗読の場所をいろいろ手当たり次第経験してフィードバックしてきた自分の中にっていう、うん、よかったです。それはありがとうございます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いつしか僕一人だけの景色になったか、少し錆びた電柱、君の声何度悔やんだ。